パルトはスウェーデンの伝統的な料理で生のジャガイモと豚肉で作ったダンプリングでその中には様々なバリエーションがある。パルトは一般にはスウェーデン北部の料理である。パルトは伝統的にバターとコケモモのジャムを添えて強されるのが一般的で冷たいミルクがこれによく合う。パルトに添えるためのバターは一皿分ずつ取りやすいように準備するチーリのブローパールトは スウェーデン北部とフィンランドでは今でもまだかなりよく食べられている昔ながらのスウェーデン料理である。料理の歴史は家庭で十分な食物を得るために動物のすべての部位を慎重に利用しなければならなかった時代にまで遡る。ブローパルトは一番よく使われるのは大麦と小麦、もしくは大麦の小麦粉と血を混ぜて作る。一晩膨らませた後マッシュポテトを加える。 生地を団子状にして、鍋で煮る。浮かんできたら出来上がり、豚肉の炒め物と一緒に供される。冬の太陽の日差しのない季節によく食べられる栄養たっぷりの一皿の料理になる。ピーテパルトの一例、ピーテパルトはポテトを使ったパルトで、スウェーデン北部のピーテオの街の名物料理として知られているが、そのバリエーションはスウェーデンのあちこちで食べられる。このスウェーデン料理には、 ピーテオの家庭の数だけのバリエーションがあるが、小麦粉と大麦粉をミックスで使うところは共通していて、ひき肉のような豚肉以外のものを詰めたり、全く何も詰め物をしないフラットパルトと呼ばれるものにしたりする。すべてのパルトは生のジャガイモで作られるが、事前に茹でたジャガイモで作られたダンプリングはクロップカーコルと呼ばれる。これはピーテパルトに比べるとやや濃い色になる。 ありがとうございます。